マツダ B 型エンジンは、マツダによって1987年から2005年に製造された1.1リットルから1.8リットルの直列4気筒ガソリンエンジンである。タイプによって、サイチェシーと DOHC が存在し、カムシャフトの駆動はコグドベルト式だが、タイミングベルトが切れてもバルブクラッシュは起きない設計となっている。1.1LB1 サイチェシー8バルブ、 燃料供給はキャブレターで1987年から1989年にフォードフェスティバの輸出仕様であるマツダ121に搭載された。1991年から1995年の一部のヨーロッパ諸国向けのマツダ121には燃料噴射装置付きも存在した。当時マツダと提携関係にあったキアの車両にも採用されており、ヨーロッパと アジア向けのキアセフィアにも搭載された。在 1.3LBJ エンジン DOHC16、バルブのマツダ EGI 燃料噴射付きで7000、回転で 88PS を発生した。この BJ は日本国内専用で1989年3月から1993年1月のフェスティバ GTX と GTA に搭載された。なお、このエンジンは B5、B6 を ショートストローク化したものである。B3E1.3LB3、e、サイチェシー8バルブと DOHC16 バルブが存在し、1987年から1989年のファミリア BF 型フォードレーザーを皮切りに、キアが製造した1988年から1993年のフェスティバと1994年から2000年のキア、アベラ、 1990年から1998年の松田レビュー、さらに1991年から1993年にかけて南アフリカのサムコウが生産していたファミリアのバッジエンジニアリング社であるサオッペンザや1996年から2002年の松田デミオ、2000年から2005年の初代キアリオにも搭載された。ありがとうございます。